イバログチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今週はお御霊市編ということで、茨城県民でも知らないグルメや観光地を、紹介していこうと思います。前回の笠間市編をまだご覧になってない方はそちらも合わせてご覧ください。それでは本編へどうぞ。はい、今日は、茨城県お御霊市にございます安らぎの里小川に来ております。お御霊市は、2006年に、小川町、実り町、あと、たまり町が、3つの町が合併して、できたところがお御霊市です。へー。あ、じゃあもともと1個じゃなかったんだね。もともと1個じゃなかった。この3つの町を頭文字、小川町、実り町、たまり町、この頭文字を取ってお御霊。はい。あー、なるほどね。2006年に合併したところと言われております。お御霊市の観光名所といえばどうですか？ここです。安らぎの里小川。小川ですね。ここはどこか遊ぶ場所というよりかは、なんか自然と触れ合う場所、歴史と触れ合う場所ですかね、うん、特にこういう古民家、見てください、この古民家、この屋根とか、多分都内で生まれて都内で育った人とか見たことないんじゃないですか。ちょっと中見ていきますか。こんな風に、これはあの、なんていうんですかね、模型とかでも何でもなくて、実際に昔の方が住んでた家ですね。本物の家ですね。保存状態すごいいいよね。何年前だ、500年前とか300年前、ま、そうだね、2700年前ぐらい、うん、270年前か。なんて言ったんだ。2700年前地球まだあれだわ。キリストまだ生まれてねえぞ。いやー、失礼しました。約300年前ぐらいの家。300年前ですよ。まあでもすごいですよね。ちゃんと障子とかもあれですかね、こう手入れして後世に残してるんですよね。ちゃんと木とかもしっかり整備されてますね。回っていきますか。そうですね。ここが玄関ですね。お邪魔します。いや、すごい、ちょっと雰囲気がすごいね。すごいね。これ実際に本当に使われてた家ですから。でもこういうところでさ、炊いたお米とか食べてみたくないですか。かまどで、かまどで俺ん家来れば食えるよ。間違いね。俺ん家来れば食えるよ。行きましょうか。行きましょう。はい、じゃあ実際今からちょっと散歩しましょうか。はい、散歩しましょう。はい。ちなみにアジサイロードっていうんだ、ここアジサイロードって言うんだね。カンペ見てんのバレちゃうからあんま映さない。でもええやろ。ちょうど今紅葉ですね。ちょっと終わっちゃったんですけども、こういう木々が綺麗ですね。6月はアジサイ、7月はヤマユリ、1月はサザンカ、そして3月は桜って感じで、季節によって自然が楽しめる。子供とか連れてくるといいね。うん、あの間違いなく男2人で来るところだよね。100% です。女の子と来てー。ちなみに茨城県の御霊市といえば結構映画のロケ地になったりしてるらしいですね。そうなの。2010年にできた茨城空港の映画のロケ地になってます。さあ、その映画とは何でしょう。結構有名、俺は見に行った映画館に。はいはい、ハッピーフライト。おお、全然違います。はいはい、コードブルー。違います。ヒントください。じゃあ最近の映画ですね。2020年にできた映画ですね。あのだいぶ散歩の道からそれてるんですけど大丈夫ですか。大丈夫です。あの道なき道を進む。おお、階段つながった。意外とね、散歩道通ってますから。あっち、はい、なんだろう。あ、でも多分ひろゆき見てない。あのスマホを落としただけなのに。北川景子2。2の方知らん。2の方です。はい、千葉雄大。乃木坂の白石麻衣ちゃんね。はい、そうです。え、ここすごくない。白石麻衣さんが出てる。スマホを落としただけなのに2、茨城空港がロケ地になってますね。茨城空港、あ、ロケ地としてちょっと使われたみたいな。
あ、なるほどね。見てください、この誰もいない綺麗なところ。こんなとこあったらさ、むちゃくちゃキャッチボールできる。キャッチボールだよね。ちょっとダッシュしちゃう。こんなに綺麗に整地されてるとこないですよ。ちょっとすごいいい広場だったんで、お写真撮っちゃった。まあ、今乗ってると思うんで、ちょっと見てください写真。ちょっとあの映えスポットみたいなところを目指しませんか。そうですね、フォトスポットフォトスポットへ。お、うわ、こういう細道あると行きたくなっちゃうのが俺たち。永遠とたどり着かない多分これ。さっきから寄り道しかしてないもん。本当だよ、はい、あれなんですけど全然ね、綺麗だよね。何、だいたい俺らいつも入り口間違えてない。絶対ここ歩く場所じゃない。そうだね、絶対ここ歩く場所じゃないね。うわ、すげえ。何ここ、すげえ、すごい整備されてますよこれ。この光ってる感じ見てください、これ茶道灯、茶道っぽいわ。なんか妖怪いるんじゃないこれ、立ってるよね。反抗期、あー、やべってやべて。散歩道はまだまだ続くので行きますか。じゃあ、見学ですか。はい、お邪魔してます。結構綺麗になってるでしょ。いや、すごいです、めっちゃ綺麗です。ありがとう。あそこの、どうぞ。何でしたっけ、あそこのすごい長くて、このあそこキャッチボールしたいねみたいな。あそこ、あ、そうです、そうです。やっていいんだよ、どうぞ。あ、いいんですか。次回じゃあグローブ持ってきた時に。ボールとグローブがないんで、僕野球少年なんで。ここはね、下から展望台でこう向こう筑波山見えるから。へぇ、ちょっと下降りてって、あのテーブルになると真ん中見える。うわ、すげぇ、見える、見える。あ、ほんとや、これ絶対見えないわ。カメラじゃ見えない、筑波さん奥にあるよね。ありますね。あ、筑波さんってこんなでかいですね。ここいいアングルでしょ。ここいいですね。すごいいいな。茶室があって、茶室から眺める、はい、へぇ、そうですね。ここ実際に使われてるところですもんね。いい、使われてんの、すごいな。こんな風情あふれるところがまだ使われてるっていう。僕たちも茶道やりたいね。体験してみたいですね。定期的にやってみたいな。ここは綺麗に管理してるから、皆さんにね、はい、こう利用してもらいたいよね。あ、本当ですか。うん、バンバン人呼ぼう、バンバン人呼ぼう。いや、ここもね、あの先月かな、今月のかな、あの広報誌に表紙に載せて、そしたらね、やっぱりお客さんが結構増えてきたね。あ、そうなんですね、うん、やっぱり知らない人が多いよね。そうなんですよ、茨城県すごい魅力あんのに全然発信しない。全然本当そうなんだよね、全然発信しない、うん、でも中にはこうやっぱいいものを紹介したくない人っていうのもやっぱいますから、うん、なんかこう人増えちゃうのが嫌だみたいな、逆にそういう人応援に広げてもらって考えましょう、うん。下にあそこにトイレもありますから、はい、トイレ休憩できます。あそこに下にほら屋根がないでしょ。あ、あれですね、あそこトイレ、ちょうど行きたいと思ってたとこなんですよ。すいません、ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、ここがあれですよ、僕が何度も言ってた、あ、フォトストップ、はい、フォトストップじゃねえ、フォトスポット、フォトスポット。え、ここすごいいいよ今、やばい。このね、左のね、一輪車みたいなのなければね、最高。あ、疲れ取れるわ。いいね。お、ちょっとあんなとこにちょうどいい椅子があるで。すごい、こんなところにプッシュアップスポットある。若干こう、いい感じにこう斜面になってて、ここに足乗せるんですよ。足乗せて、こう若干斜面でやることによって、より大胸筋上、多分茨城県民はこう自分のいいところに人が増えるの嫌だみたいな、自分が知ってるところはなんかこうひっそりとしたいみたいな人もなんかやっぱ中にはいますから、まあこういうところでひっそりと、まあ、プッシュアップしたい、腕立て伏せがしたい、筑波さん見ながらプッシュアップしたい人って中にはいますから。いや、本当ですよね、こんなオープンテラスな筋トレ場なかなかないですからね。そんなことどうやっていいんですか。尻尾、なんで俺の筋トレの話や。待って、食べられ
もしかしてそれ重りなし。この GoPro の充電もね、もう 19% しかない中でこんな茶番をね、いくら繰り返してるんですよ。マジで言ってんだよ。本当です。もう 19% しかないです。やろう。お前だよ。いや、いいよ、これ階段。この急斜面にちゃんと舗装されて、ちゃんと歩きやすいっていう。魅力を伝えるなんか観点がちょっと違うよね。いやー、これ多分ね、2、3週間前に来たら最強だったよね、これ。紅葉。そうですね。これはちょっと来年に期待したいですね。そうですね。来年またちょっと知名度上げて、また戻ってくるっていう。来年あたりにはそうですね、茨城大使になってる予定なので、その時に来てた時にはもう、この道とかも観光客の人に賑わってますし。はい、多分ここの、アジサイのこの水辺に、多分俺らの顔写真が浮かべられてる。どういうこと？イバログチャンネル。あ、そういうこと？イバログチャンネルが来ました。イバログチャンネルに紹介されました、みたいな。足跡を残したよね。そうそう。残してこい。爪痕残る。爪痕、爪痕残せる、これ。来年には敵になってる。ひろみち何でもいいけど給水所あるよ。マジで、うん、お、鯉いる。鯉、え、鯉にそんなにあれ、テンション上がらないタイプの人間。安らぎの。おお、迷惑だろ、みたいな。あと 16% や。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでした？つらぎの里、小川。そうですね。いや、まあ初めて来たけど、なんかまだまだ見知らぬところ、こんないいところあるんだなっていう、本当にそういう感覚。うん、あんま、俺らもね、小美玉市の方に来る機会がないから、うん。あれでしたけど、いや、ここ、穴場だよね。穴場だね。穴場だね。多分子供とか連れて、キャンプとか、そう。ピクニックとか。思った。そう、子供と来るとすごいいいと思う。やばいよ。なんか広いこういう、なんだろう、草原みたいなとこもあるし、うん、こういう池っていうか、うん、もあるし、基本的に全部揃ってる。特に茨城県の人に対して俺は発信してるけど、うん、むしろ都内とかの人、うんうんうん、都内とかで建物に囲まれた環境で育ってきてるような人たちにぜひおすすめしたい。そう、とにかくこう癒されたいとかリフレッシュね、したい人は本当に来た方がいいかも。いるだけで体力回復しますから。そうだね。ここ行って、茨城まで岩盤浴行って。岩盤浴行って、で、さっきのたい焼きとか。たい焼き食べて。食べたりとか。そば食って、帰る。日帰りでできちゃうしね。日帰りでできるね。茨城だったら、都内からだと、2時間だと、いや、2時間絶対かかんない。時間かかんないぐらいですね。本当にそんぐらいかかんないぐらいで来れますんで。茨城の、御御霊市。はい。安らぎの里。はい。情報と。ちょっと SNS はやってるかどうかちょっとわからないんで、ちょっと調べて。で、概要欄に。そうですね。位置情報貼っておきますので。やったら、位置情報というか、概要欄貼っておきましょう。まあでも来るなら、もう、ね、このシーズンじゃない？もう寒くなっちゃうから。そうですね。ただ、来春？春はいいんじゃない？だいぶ多分、桜とかもあるでしょ、これ。桜ありますよ。3月ぐらいから咲き始めるって言うので。でも花見とかもすごいいいんじゃないですか？あ、すごいいいと思う。めちゃくちゃ。花見、あそこのね、さっき動画で見せたところ。何でもいいと思う、本当。秋でもいいし、うん、あの春でもいいし、夏でも多分全然涼しいと思う、うん、ここら辺だったら。だから冬はちょっと寒いかもしれないけど、寒いね。まあ、冬でもいいと思う。まあ、とにかく、はい、今日初めて来たんですけど、まだまだ茨城にはこういう魅力がいっぱいありますんで、はい、この魅力を探していくっていうのが我々の務めなんで、はい、こういうのぜひ見つけていきましょう。はい、はい、じゃあそれじゃあまた次回の観光地動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。